平野紫仕様、インスタフォロワー数350万人突破。キムタク声に迫る勢いとは日本の人気アイドルグループキング・アンドピスの元メンバーである平野仕様、仕様、さんが7日に自身のインスタグラムアカウントの開設を発表しました。その後、わずか11日間でフォロワー数が約350万人を突破し、ファンたちは大喜びしています。 平野さんは7日に滝沢秀明さんが設立した会社、トベの公式 YouTube チャンネルの生配信に登場し、トベへの合流を発表しました。その際に個人のインスタグラムアカウントも開設することを発表しました。ファンたちは、 次々とヒラノさんのアカウントをフォローし始め、わずか2日間でシクストーンズやスノーマンノッドのジャニーズグループのフォロワー数を抜き去るという大躍進を遂げました。ヒラノさんのフォロワー数が350番人を突破したことを祝い、ファンたちはツイッターで、祝いヒラノ用フォロワー350番人というハッシュタグを使用してお祝いのメッセージを送りました。 このツイートは瞬く間にトレンド入りし、潮君の人柄だね、おめでとう。いろんな人が潮君を知りたいと思っているのかな、といった多くのコメントが寄せられました。現在、ジャニーズ事務所の公式インスタグラムアカウントで平野さんよりもフォロワー数が多いのは、木村拓也さんの約399番人と嵐の約439番人のみです。 2020年に退場した山下智久さんは約523万人のフォロワー数を持っています。トレに所属する平野さんは、ますます勢いに乗っており、キムタク声に迫っていると言われています。キムタクとは、ジャニーズ事務所の元メンバーであり、俳優としても活躍している木村拓也さんの愛情です。 木村拓哉さんは日本のエンターテイメント業界で非常に人気があり、そのフォロワー数は約399番人です。平野さんのフォロワー数が急速に増加していることを考えると、彼がキムタクを超える可能性は非常に高いと言えるでしょう。平野紫耀さんはキング・アンドブスのメンバーとしてデビューし、その人気を確立しました。 グループの活動だけでなく、個人としても幅広い分野で才能を発揮しています。彼は歌唱力やダンスの実力が高く評価されており、多くのファンに支持されています。また、平野さんは容姿端麗であり、そのスタイリッシュなルックスと魅力的なパフォーマンスで多くの人々を魅了しています。 彼のインスタグラムアカウントでは、最新の写真や動画、日常の様子などが公開され、ファンたちは彼の活動をリアルタイムで追うことができます。また、彼の個人的な魅力や人柄にも触れることができるため、ファンとの距離感を近く感じることができます。平野志耀さんの人気の背景には、彼の努力と才能だけでなく、SNS の普及も大きく関わっています。 SNS を通じてアーティストとファンの交流が活発になり、より直接的なコミュニケーションが可能になりました。ファンたちは平野さんの日常や思いを知ることができるため、より深い愛着を感じることができるのです。平野志耀さんがインスタグラムを通じてファンの間で大きな話題となっていることは明らかです。 彼のフォロワー数が急速に増えていることや、SNS 上での熱狂的な反応を見ると、彼がますます注目を集め、キムタクを超える日も近いかもしれません。ファンたちは今後の平野さんの活動にますます期待しており、彼のさらなる成功を願っています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。感謝して